今到着しました。それがラージ後ほど、後ほど今あの撮影の後でお配りします。わかりました、はい、そろそろじゃあマスク皆さん OK ですか？ OK ですか？ OK ですか？OK で人はね、もしかして2011年の3月11日の被災地の避難所で、普段外に出づらい人たちも一緒に過ごすことになったんですね。そこでやんわりとマイノリティの人たちが排除されてしまうという現実があったんですよ。でそれをボランティア仲間たちから聞いたりして、であらーとびっくりして、普段からいろいろな人たちと色とりどりの人と暮らしてるっていう認識がないからだなと、いざという時って普段やってないと無理だったと思って、なので普段からいろいろな人たちと私たちは暮らしているっていう、ダイバーシティとか多様性社会とかインクルーシブとかノーマライゼーションって言葉はあるんだけど、じゃあそれができてるかっていうと難しいので、混ぜこぜの社会っていう言い方に変えて、でその社会を目指してアートや音楽で活動して広げていこうっていうことで設立しました。原宿といえば可愛いファッションの街なので、可愛い人たち、スタイリッシュな人たちで、原宿に憧れている人たち、見えない人、聞こえない人、歩けない人、自閉症の人、さまざまな人がまぜこぜになるという本来の社会の縮図を作りたかったんです。今日これ一瞬ですけど、これをきっかけになぜ普段いろいろな人たちと会うことがないんだろうって考えてもらえたら嬉しいです。このまま高齢者になったり患者になったり障害者になったら自分らしく心豊かに生きるのか今と思ったら、不安がいっぱいなんで、みんな夢があると思います。一人で見る夢は単なる妄想に過ぎないかもしれないけれども、つながれば現実になると思うので、はい、まぜこぜの社会を目指してゲットインタッチしていきましょう。